では、このハデスを紹介していきます。はい、こちらはですね、ハデスは、カラーはビビットブラウンでして、で、ネックの接続はですね、メイプルとウォールナットの5ピースのスルーネックとなっております。もう 5ピース1、2、3、4、5、はい、なっております。そしてスケールが、ファンフレットでして、26.75、まあ、センチで直すと680ミリになっております。で、ナットの方がですね、48ミリとなっております。はい、そして、ネックウッドは先ほど言った通りメープルとウォルナットの5ピースとなっており、スルーだからね、はい、スルーなので。で、ボディの方は、アルダーとなっております。で、トップ側が、トップ側もこちらもキルテッドメープルになっております。で、フレットは24フレットのなっておりまして、そしてピックアップもこちらも、7弦仕様の、セイモアダンカンのブラックアウトになっております。で、今回の思想はインビクトゥミニヘッドと先ほど、112-6で行っていきたいと思います。お願いします。はい、早速、この7弦ハデスを弾いていきます。アンプがインビクティブということで、で、ちょっとダウンチューニングで弾いていこうと思うんですけど、せっかくこのインビクティブゲート機能があるんで、それもちょっと使って弾いていきます。さっき、ちょっとドロップチューニングで、ゲート機能を使って弾いたんですけど、全然ミュートが綺麗にできて、本当にアンプからのノイズほぼゼロと言ってもいいぐらい、結構な音量で撮ってるけど全然ね、そうですね、全然原因、じゃあノイズを感じない素晴らしい機能だと思います。で、次普通にちょっとチューニング戻して弾いてみます。はい、全然音作り作りますよ。なんで音作り作ってますよ。これ今ゲートはオフってゲートオンにしたらさ、そうそう、これ今オンでしょ。はい、違うね、違うね、めっちゃ合いますね。チューニングを戻したんで、普通に弾いていきます。you
今回は、ピックアップとか、まあ、仕様が基本的にメデューサと一緒だったんでリードチャンネルのみ引いたんですけど、パンフレットのおかげでダウンチューニングしても全然いかつい音出せるし、スルーネックなんでサスティーンがめちゃくちゃありますね。で全然早弾きとかも弦高結構落としても対応できる、ギターなんで早弾きも全然できるし、スイープとかも全然、ファンフレットだけどスイープとかも全然違和感なくできると思います。今回紹介しましたハーディスのビビッドブラウン、そしてノーラス6のブルーディップの他にも、ピックアップが違うでしたが、もう弦6弦仕様でしたり、こちらのファンフレット仕様でしたり、そして先ほども出ましたノーラスクロノス、そちらの方もございます。そちらの詳しい情報はホームページをぜひともご覧ください。ちなみに、ビッグボス京都さんの方でこちらのアカシアの特設コーナーを設けていただいておりますので、ぜひとも視聴をお楽しみください。